お待ちどうさま、相馬さん。はい。あ、あそこがいいんじゃないですか。さ、どうぞ召し上がれ。おいしいですよ。はい、それじゃあごちそうになりますね。この甘さと喉越しがたまらないんですよね。はい。あれ、飲まないんですか。どうぞ。どうですか？こんな美味しいものがこんなちっちゃなコップでしか飲めないなんて残念ですよね。私いつももっと大きなコップでいっぱい飲みたいって思うし、友達にもそう言うんですけど、誰も賛成してくれないんですよね。両親やおばあちゃんですら、お前はおかしいってひどいと思いません？どう思いますか？相馬さん？相馬さんってば。
どうでした？初体験のサトウキビジュースの味は。そういえば、さっきも言ったんですけど、こんな小さなコップじゃなくて、もっと大きなコップでぐいーっと飲んでみたくありませんか？どうですか？そんなものでしょうか。でも、そんなものなのかもしれませんね。どんなに好きなものでも、毎日食べると飽きちゃいますもんね。あ、もうすぐ待ち合わせの時間です。アーケードの出口でおばあちゃんと待ち合わせてるんですけど。いいんですか？ありがとうございます。はい。